こんにちは。都やフォトライフカレッジ塾長の野村正人です。これまで大事に使ってきたある一台のカメラ、この度手放すことにしました。このカメラへの感謝の気持ちを表現しようとして見たのがこの動画です。まあ言えば自己満足のためだけのものです。キヤノンのカメラのレビューだったり、キヤノンのカメラを褒めるような動画ではありませんので、それらを期待される方は、もうこの時点でこの動画の再生を止めてもらって結構です。このカメラを買ったのは、九州の佐賀大学に勤めていました。年号にすると2010年12月24日、佐賀大学のキャンパスには古い建物がたくさんありました。私はこれを題材にして写真集というか、ある絵本を作りたいなと考えていました。その当時持っていた一眼レフデジタルカメラでも撮れたんでしょうけど、それではなかなか思うような表現ができなくて、新しいカメラ、私の表現できるカメラをあちこち探してて、このキヤノンの EOS 60D というカメラに当たりました。で、作り上げたのが次にご覧に入れる絵本といいますか、写真集です。これが都屋書房のホームページです。この中のこれ、クリックして、これですね。宇宙船ノモティラス号帰還せよ。こんな感じですね。よいしょ。こんな風に漂着して、この隊員たちが現地を探査していくわけです。さあ、どこに漂着したんでしょうかね。ああ、懐かしいな。こんな風に探査していくんだけど、なかなか見つからないと。これの雰囲気ですね、これね。もういいやーという情景が出てきます。それでいよいよ最後のページですね。この隊員たちはあるものを発見するわけです。図書館を発見するわけです。ああ、図書館ということはこの難問を解決する知識がここに埋まってるだろうというので、だから図書館の中に入って回答を探すわけです。月が出てますね。そういうハッピーエンドな終わり方をしています。これ作りたかったんですよね。これを作るのに EOS 60D が大活躍をしました。私が初めて手にする本格的なカメラでした。嬉しくて使っていたのですが、ある時事件が起こりました。広島の戸河内よりもうちょっと先に行ったあたりに瀬戸の滝というところがあるんですが、そこに行った時のことでした。夏時分だったと思います。天気良くて瀬戸の滝の写真を撮って帰ろうとしたら、空が一点にわかにかき曇り、ものすごい雨が降り出しました。滝への道なので、そばには川が流れてまして、川には水はどうどう増えるわ、雨は止まないわ、暗くなるわで、途中一箇所道を間違えそうになった箇所もありました。これは危ない、早く帰らなきゃいけないというので、とどまることも思いつかず、ひたすら歩いて駐車場まで行ったものです。その時にリュックの中にカメラが3台入ってました。キヤノンの EOS 60D 一眼レフデジタルカメラの他に、もう2台コンパクトカメラが入ってました。リュックはずぶ濡れになり、当然私たちの着てるものもびっしょりになって、前はよく見えないわ、大変な目にあって、なんとか駐車場まで帰ってきた時、まだ雨がすごくて、駐車場のそばにあったトイレの軒下でずっと雨の止むのを待ってた覚えがあります。その時のカメラは3台のうち2台はもう水濡れが原因でダメになりました。ところがこの EOS 60D は点検には出しましたが、なんとか無事帰ってきてくれました。
さすがですね。一眼レフカメラというのは信頼性が高いと聞いてましたが、その時は本当だなと思いました。それ以降、どんなに低い山、どんなに近くの山へ行くんであっても、リュックサックの中にはカッパを入れることにしました。どんなに天気良くても忍ばせていくようになりました。キャノンの EOS60D 販売当時のパンフレットが写ってますが、こんなかっこいい販売パンフレットがあって、まあ買うきっかけにもなった一つの販売カタログです。まあそれはいいとしても13年間使っていると、さすがにこの時期になるといろんな不具合が出てきて、撮りたい写真が撮れなかったり、チャンスを逃したりすることがたびたび出てきたんで、もう仕方がないんで手放すことにしようと思います。手放す理由になった不具合をこれから紹介していきたいと思います。一つは、一番主なところは、この電源スイッチですね。ここに電源スイッチがあるんですが、この電源スイッチを入れても電源が入らないことがあるんですね。で、何度かこうやってカチャカチャやってると、なんとか間違って入ると。そしたら大急ぎで写真を撮ると。いうような無様なことが何度かありますですね。二つ目は、このバリアングルモニター。この EOS60D は EOS シリーズの中で一番最初にこのバリアングルモニターを採用した機種だったんですが、これすごくとても便利で、もうこれも助かりました。このバリアングルモニターが、こう収まっているときはこういう風になってくるんですが、これを開いてやると、像が出てくるんですが、見てもわかるように、ひっくり返ってるんですね。どうしても不便なんで、どうやっても直らなかったんですが、ひっくり返ってますよね。これがうまく直んなくて、カメラ屋さんにも持ってったんですが、まあ、もう修理しても、うまく直らないでしょうね、とは言われて、買い替える気にはなりました。3番目。この端子カバー。本体左側面の端子カバー。これがなくなっちゃいました。やっぱこういう構造の端子カバーって、ヒンジの部分が弱いんですかね。まあ扱いが悪いと言えば悪いんでしょうが、これがなくなって困ってます。4番目。ここの充電池が入っているところですが、充電池の横に穴が開いてるんですね。完璧穴が開いてます。見えるかな？これ中見えますからね。これも、なんかの時に壊したんでしょうね、多分ね。ごめんなさい。あと、アイキャップ。このアイキャップが何遍直してもどっか行っちゃうんですね。どっか大事なところを、プラスチック折っちゃったんでしょうね。壊れて何度か部品買ってつけたんですが、扱いが存在なんで壊れて往生を超えてます。6番目、ここに指導調整があるんですが、僕近眼がひどいんでこれは頼り切ってるんですが、この指導調整もうまく回らないと困ってます。あと内蔵ストロボ、これ内蔵ストロボなんですが、こいつが、こんな風になんか開かないんで、開かないんですね。内蔵ストロボも効かないというわけです。このカメラはレンズ交換式のカメラなんで、このカメラにつけてやったレンズの話も少ししてみたいと思います。今、このカメラにつけてるのは、60ミリのマクロです。このカメラで一番よくつけた交換レンズかなと思います。これも乱暴な扱いで、ここ欠けてますよね、ここね。いけんね。ごめんね。まあ一番よく使って花の写真を撮らせてくれました。感謝です。続いて、こいつですね。10-22超広角ズームレンズです。これもよく使いましたね。広い空を
広く撮りたいと思って買いました。ところが広い空を広角レンズで撮ると空がちっちゃくなります。愕然としましたね。でもこれ広角レンズよく使いました。この200mm の単焦点の望遠レンズ F2.8、 確か定年退職の時に思い切って買いました。なかなか手に入らなくてあちこちさ注文して、待った覚えがありますね。しかしこのレンズは中途半端でしたね。普通これをつけて歩くと身の回りのものを撮るには望遠すぎると、かといって望遠レンズとして使おうと思うとちょっと距離が足らないと、鳥を撮ったりするにはちょっと足らないと、いかにも中途半端なレンズに思いました。でも撮った絵はすごい綺麗です。すごい綺麗なんですが、あちゃこちゃに持って歩くと中途半端でよく使えない、非常に困ったレンズで、いわゆるじゃじゃ馬レンズ、僕にはこれを使うだけの技量がないんだというので、残念に思ったりもするレンズですが、いつか使いこなしてやろうと思ってます。出番は少ないんですが、こいつをなんとか使えるような写真家にならなきゃいけないなと思ってますね。続いて24-105mm 標準ズームですか。こいつは今の写真塾に行った時に今野先生がこれをつけてたのを後ろからじらっと見て、おこれこれこれを買えば僕も上手になるんだと勘違いして買ったレンズです。重いですね。重いけど、まあこれが使えるようにならないといけないですね。普段持ち歩くに無用のレンズなんだけど重たいですね。頑張ります。そして最後に登場するのがこの100-400ですね。キャノンの白いレンズです。もう憧れなんだけど高いレンズで買えなくて、ようやく買ったのはカメラの北村で中古品で買いました。嬉しかったですね。だけど買ってみてびっくり、重い、大きい、出番少ない、憧れのレンズだったのにね、ごめんね。さあ振り返ってみて全般的なことをいくつか述べてみたいと思います。このカメラで一番気に入っている点は、例えばカードの初期化というメニューがあるんですが、これを押してやるとキャンセルか OK かを聞いてくるんですが、すぐ消えてくれますね。本当にいいですかとは聞いてこないですね。この辺は好きですね。持ってる人を信用してくれるというか、カメラによっては本当に本当にって何度も聞いてくるカメラなんですが、そんなんいらへんがやね。スパッと消えてくれるのはいいですね。こういう風に持ってる人を信用してくれると、こういうカメラが好きです。あと今まで何台かカメラを使い潰してきたんですが、使ってきたカメラの多くは突然に写真が撮れなくなるんだよね。例えばどっかの山へ行ってて写真撮っていたと、そのカメラが故障して使えなくな、写真が撮れなくなるというような壊れ方をしてきました。ところがこいつはいろんなところが不具合が出ても出ても写真撮ることだけは諦めないというか、何とかして撮らせてやろうというような職人さんみたいな律儀さといいますか、やってくれました。そういった点ではまた信頼感があったのかなと思ってます。今日はこの感謝の気持ちを込めて最後に綺麗な花を取って取り納めをしてやろうかなと思います。それでは庭に出て今咲いてるバラの花を取って、このカメラの取りじまい
にしてやろうかなと思って思います。